な、僕これ買ったんですよ。これはあの声出すときにこれこうしたら声がちっちゃくなるってやつです。なんで前鼻まで、え、こう、あ、そうなの、知らんやそんな、あ、声出すってことです。あーあーあー、それをこれで聞くと、そう、いや、いらんけどな。重低音、重低音、重低音。どうぞ、じゃあ、じゃあ、レッツゴー。It's you. It's me. レッツゴー。Together. New generation.自分の力で切り抜くのさ、ファイロン顔意識でバラバラに散らばった思いをダン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 なんか、ここのタイミングとかさ、サビが一番揃ってない気する。じゃあ、もう一回直した。ちょっと待って。せーの、ね。しゃくれそうだよ、こみみみ。さけべとどくまで。あ、全然そうだよ。さけべの手じゃない。さけべ、さけべと。変座って言った後のここの切り返しを切りやったら多分ボーってなるから。変座はあの顔の表情だけど。ここで急にドゥンって守られたらめっちゃかっこいいかな。バトルボーイさん、投資で行くということでありますので、V の部分ですね、紹介のアタック V の部分からまんま流れていって問題なければ、2曲やりきる予定ですので、もうちょっと早くやるのか。これさ、あのさ、あの、トーパンクから出てこいよ。柵が、うん、そうやな。そうやな。ここのツンツンの名前にあがってる。もし出なくてよ、拡大しよう。はじめのウォーウォーの、こう、上がるのめっちゃ早くないみんな。そんなことない。もう一回見よう。ウォー、2回目ぐらいでもう、直立してない。
顔の前の辺であったら見えなくなるから、うん、そうやね。でもさ、ここ私あのさくちゃんとハルマが高いで、あ、でもこれなおとおはらくん顔下げて持てるな。あ、ここ、ここすぐ一列だったよ、うん、ラストは絶対。バトルボーイズの練習しよう。そうだね、ベレーシーみたいなことから、いつもよりバトルボーイズでしたって言うから、ちょっとゆっくりは。バトルボーイズでしたぐらい。バトルボーイズでした。以上、俺たちがバトルボーイズでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。せーので、以上、俺たちがバトルボーイズでした。で、挨拶もなんか多分ゆっくり、自分の中でゆっくりでも多分聞いてる方からしたら多分全然普通だから、ゆっくり行こう。一人ずつ自己紹介していきます。はい、バトルボーイズ福岡の佐久太郎です。おひつじ座です。なんかよし、よろしくお願いします。バトルボーイズ仙台の笹原春馬です。めっちゃ絶対春馬星座言ってよ。あ、そうだ、よろしくお願いします。あ、間違って、よろしくお願いします。え、ヤギさん、ウオさん。へえ、なんかヤギさんどういうこと。ウオさんです。ウオザ、あ、違う、おです。はい、バトルボーイズ大阪の弓木大和です。乙女座です。はい、バトルボーイズ大阪の小原浩平です。大牛座です。はい、ということで次の一人忘れた。バトルボーイズ大阪の木田直哉です。はい、大牛座です。はい、あー、そういう感じ。で、手のこんなんとか全然いいと思う。この徐々に行く感じが見えたら、じゃーん、じゃーん、ごめん、だったんから一斉に、せーので、じゃーん、だったん、せーの、で、ここもさ、パン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 みたいな。ここも足だった、あの先生それたから、ダン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 、ヘイ、サクヨヘンザッタ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 ッ3だね、ここ3か、うん、じゃあ俺0だ、ここで、うん、これで 0.1.5 で、こっちで2で、だから2元気早い、これが2だ、それ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 、うん、じゃあ俺は 1.5 っす。 OK っす、じゃあ俺さ、あ、出てこ、あはー、 Yeah 3, 2, 1, Everybody come on。 単純にただ君がいるから、間違いじゃない、We can keep on going。 回ってた、ちゃんとそこで教えてくれた、 Stick for the music。 Let's do it, do it, make it now。 With you, with you, with me, with me, we'll be together now。 Let's go with you, with you, with me, with me, with me, we'll be together now。 So with you, with you, with me, with me, we'll be together now。 Let's go。 サミナーね、ダンスの担当の人俺やん、だから絶対癖でダンチャンス絶対抜いてもらうと思うけど、それも絶対覚えておいて、うん、で、最初 あのサビになるサビになるふーって落ちとったから、うん、サビになるでダンサー全員で言ったら絶対盛り上がるから、うん、よし、歌あれ OK じゃね。立ち位置もう一回、もう流れでやらないと、ビビビだから練習は大丈夫でいい、全然間違っていいから、ちゃんと声に出してな、自分の歌も、いいよ、はい、よし、からせーので、よし、ロ人気そのどんなにもあるよ、あて君が照らすオンザロード、ミス、ウィズミ、ファンダーファン、ウィズミ、ウィズミ、君と出会えたらいい、そう、無駄にしないよ、3、はい、今日はですね、いや本当に自分が思ってる以上に
なんかすごく大きいイベントで、リハーサルとかも大体見させていただいたんですけど、本当に僕が小さい時から知ってるアーティストの方だったりとか、自分が憧れているようなアーティストの方と一緒に一緒のステージに立つことができて、本当になんかすごく嬉しいと思う反面、なんか自分がここまで来たんだなっていう嬉しさもありますし、やっぱりそれにもっとなんだろう、期待を上に行けるようなパフォーマンスをしないっていう、生きないというあの不安とか、まあ、でも今めっちゃいつも以上に緊張してるんですけど、今日のステージでいい結果を残して次につながるようなライブにしたいなと思います。頑張ります。自分の昔から憧れてたグループの方々と一緒に共演できて、心からめっちゃ嬉しく思ってて、その人を見ながら、見て勉強しながら、自分もどんどん上に上がれるように頑張っていきたいです。本当に僕たち研究生がこうやってすごい先輩のアーティストの方々と一緒にこうやって共演させていただくこと自体が本当にすごいありがたい機会だなと思ってて、だからこそその先輩を応援しに来た方とかも、あ、こういうことはすごいって思ってもらえるように、それでファンになってもらえるように、そういうパフォーマンスをしないといけないのかなって今日は思っていて、リハーサルからも先輩からすごい刺激をいただいて、すごいありがたい経験だなと思うので、それを今日すべて吸収してこれからの僕たちのライブにパフォーマンスにつなげていけたらなと思います。そうですね、今回本当に呼んでいただいて、で本当にまず僕最初びっくりしたのが、他にも出てる先輩方のメンツが本当にやばくて、あ、マジそれでびっくりして、でそれいや本当に、まあ、本当に今緊張してるんですよ。だからちょっと本当にこれはマジでワンチャンス掴めるように、もう本当に全力出して頑張りたいと思います。緊張します。いやでも僕たち自身対外的なイベントはもう2回目ぐらいなんですけど、もういろんな刺激をリハーサルからもらってて、やっぱかっこいいとこを見せたいですし、幕張メッセっていう大きなステージで立たせてもらえること自体が本当にありがたいので、もう入念に確認していいパフォーマンスしようと思って練習してました。バトルボーイズ代表として今日来させていただいたので、もう皆さんを惚れ惚れさせたいと思います。暑いな。あ、俺もすぐ食べる。お願いします。ワンチャンスというか、本当に頑張りたいと思います。ワンチャンス怖いね。あとは楽しむだけ。おいや、バカどこ。懐かしい幕張を思い出すよ。取らないです。ああしゃあ、楽しくできる楽曲なので、この会場にいるバトボのサポーターの皆さんはもちろん、エビチューファミリーさん、六面さん、ゆずっこさん、またその他のファンの皆さんも一緒に楽しく歌っていただければとても嬉しいです。 With you, with me. 緊張します。はい、今日はバトルボーイズ以外のファンが、エビナ以外のファンが、ね、一番今まで以上に来てくれてると思うから、全員もう持っていけるというかファンになってくれるように、はい、で今日リハーサルでしたこと、あのリズムとか全部忘れないように、はい、全部ワンチャン込めてやっていきましょう。はい、よし、ウィーアップバトルボーイズ。バンバン聞こえてる。はい、そろそろ上に上がりましょうか。はい、行きます。水だけ飲みたい。最後は真ん中に行っちゃうから、オープニングの音って出たら
ストの一番初めな感じだから、初めでインパクトなんですよ。一番初めのダンダンとか自分たちのライブだと思ってね。あ、頑張ろう。ホームラン。それでは30秒後に行きます。しばすぎやん、しばすぎやん。よしも、よしも、よっしゃあ、俺最後ハロー、緊張しなくていい、楽しみだよ。 MCS 流れた。 With Me は歌あるやつ。いい、危ない、マイク入った。おー、よっしゃー、よっしゃということで今終わりました。やらせていただいたんですけど、今回オープニングアクトダイスさんのリハーサルを見させていただいたんですけども、もう本当に僕たちまだまだだなって思って、イビダンの先輩も超えていけるような存在になるためには計り知れない努力が必要だなと改めて実感して、男性のファンの方が多かったんですよ。男性のファンの方、本当のなんか初めての男性のファンの方でも With You With Me のこれしてくれたりとか、もうわーってなんかお祭りみたいな感じで楽しかったです。今日は楽しめたと思います。またよろしくお願いします。わざわざありがとうございました。いやですね、やっぱりちょっとリハーサルの時にもっとこういうことできたなっていうことがちょっと出ちゃったなっていうのがあって、もっと次そう、もしそういう機会があったらみんなでもっと時間をかけてそのダメだった部分を直してって、もっともっといいパフォーマンスができるように頑張りたいです。いや本当にやっぱり大きいステージに立って、やっぱりいつも立ってるステージと景色が全然違うくて、まあ自分の中で100点は出せなかったのかなと、まだやっぱり大きいステージだったのでちょっと慣れてなくて緊張もしたんですけども、やっぱりあのステージ、やっぱり自分たちの力で立ってみたいなといつか思ったので、それまでにもっと頑張っていきたいなと思います。いやもう今日本当にめちゃめちゃ楽しかったですよ。個人的にいつもいてくださる方とかも前にいてくださって、本当に何回も言ってるんですけど、バトルボーイズって本当に皆さんがいないと本当にダメなんだなと思いますし、やっぱ僕たちのモチベーションもそのいつも来てくださる方を見たらすごく安心したし、まあ、仮ですよ、ホームだと思えたって言ったら失礼なんですけど、なんか自分たちのものだと思えるぐらい安心できたので本当にありがたいなと思いました。あの男性のファンの方が結構多かったじゃないですか今日。あのめっちゃ With You With Me とかやってくれたり、うおって言ってくれたりしてたんで、もっともっと男性のファンの方も増やしていきたいなと僕は思いました。頑張ります。
いやでも僕は100点に近いかなと思います。やっぱファミリーの方とかが、まあ、With You With Me 乗ってくれたりだとか NEXT ZONE で、まあ、かっこいいとかもう途中聞こえて本当になんかあなんか、まあ、代わり楽しいってなっちゃったんで、もうなんか次の機会までにもっと NEXT ZONE 完璧にして出れたらいいなって思います。ありがとうございました。